中央沖縄大会、はい、こちらの放送です。本日は、ベストオブミス沖縄2019ファイナリストを代表して沖縄大学出身のミスグランド沖縄グランプリの蔡真奈美さん、はい、そしてミスグランド沖縄準グランプリの渡辺ゆりさん、そして審査員、ね、すいません、失礼いたしました。渡辺ゆりなさん、はい、そして審査員特別賞玉那覇愛さんが来てくれました。はい、はい、皆さんまだお席若干余っております。前の方で、前の方で前の方によろしくお願いします。はい、はい、さあ間もなく始めていきます。皆さんどうぞ、男性の方どうぞ、前の席余ってますよ。はい、そうです、そうです、3名様に行ってます。はい、どうぞどうぞ、一番目立つ3名なんです。すいません。ああもうぜひぜひこれはね、まあ短いお時間ですよ、10分しかないんで、皆さんぜひとも、はい、これ見逃しないよ、はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。ぜひぜひまだお席若干待っております。はい、はい、じゃあ皆さん準備よろしいでしょうか。はい、始めていきますよ。それでは行きましょう。 OK です。じゃあそれでは行きましょうか。はい、2020ベストオブ沖縄の皆さんです。どうぞ。2019年度ファイナリストの中から3名で沖縄大学の大学祭に参加させていただきました。私はミスグランド沖縄グランプリの蔡真奈美と申します。私は沖縄大学出身です。英語コミュニケーション学科で学んでおりました。その後ベストオブミス沖縄大会に出場してグランプリを受賞し、7月に日本大会、神奈川県で行われた日本大会に出場させていただきました。皆さんベストオブミス沖縄って何かご存知ない方も多いかと思います。よく知られているのが千葉なクララさんが出場されましたミスユニバース、そしてもう一つ世界大会
ミスグランド、こちらとミスユニバーシティという学生部門の大会、この3つの合同大会を沖縄で開催しております。次、2020年度ですね、ベストオブミス沖縄2020年度が3月にまた開催されます。沖縄にはたくさんの可能性を秘めた若者たちが眠っている、私はそう確信しております。ぜひとも皆さんの周りに、もしくは自分を変えたい、自分の可能性にチャレンジしたい、何か夢をつかみたい、そういう気持ちがある方はぜひ挑戦してみてください。世界レベルの教育を受け、世界レベルの方たちと出会い、いろんな人と出会って、その絆を深めていく、そして内側から、そして外側も、全てにおいて美しさを学ぶことができます。そして私たちが目指すのは沖縄の発展。沖縄ってすごく素敵なところだなと思っております。県外からの参加者もすごく多いです。ぜひ皆さんの周りに、こういう気持ち、何かにチャレンジしたいという気持ちがある方がいれば、ぜひプッシュしてあげてください。皆さんの一言で一歩踏み出すことで世界が変わります。ぜひちょっと参加された子たちにもお声を届けていただきたいと思います。あとミスグランド準グランプリの渡辺ゆりなさんです。皆さんこんにちは。私は、埼玉県出身、沖縄県在住6年になるんですけれども、今回ベストオブミス沖縄2019に応募させていただいて、準グランプリをいただくことができました。以前沖縄大学にご訪問させていただいて、ご挨拶させていただく機会があったんですけれども、学長様はじめすれ違う生徒様、本当にご挨拶もしてくださって、本当に素敵な大学だなと感じました。自分を変えたい人、たくさんいると思います。私もその一人でした。自分を変えたいという少しでも、小さな気持ちがあれば、少しでもどこかに出たいという気持ちがあれば、誰でも応募できます。みんなで、沖縄を元気にするべく頑張っていきますので、ぜひご応募お待ちしています。これからもよろしくお願いします。続いては審査員特別賞を受賞しました玉那覇愛さんです。もしかしたら知っている方もいるかと思いますが、彼女はウィンウィンにも出ている方です。皆さんはじめまして、玉那覇愛と申します。私は沖縄県内でフリーランスでタレント業をしているんですが、皆さん見たことある方も少なからずいらっしゃると思うんですけど、ウィンウィンのトレンドナビという番組でリポーターもさせていただいております。このベストオブミス沖縄大会の中には、ミスユニバーシティという大学生のミスコンテストもございます。日本一の素敵な大学生を決めるコンテストになってますので、ぜひ沖縄大学からもたくさんのご応募お待ちしております。自分の可能性を広げるきっかけの一つになりますので、たくさんのご応募、それから周りにいる方のプッシュ、よろしくお願いいたします。私もすごく母校にこういう風に足を運ぶことができて本当に嬉しく思います。今日は皆さんにぜひ沖大祭楽しんでいってもらいたいです。私たちもこの後、沖大祭の皆さんがたくさん出店を出されていると思うので、少しずつ足を運びたいと思います。ぜひ今日はお写真も可能ですので、撮影とご希望の方は遠慮せずに声をかけてくれればと思います。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。